こんばんは。2月21日日曜日の夜でございます。平山茂と申します。今日は晩御飯がありませんね。久しぶりに今日はセブンイレブンのご飯食べよう。まあ一人暮らししてた時はよくセブンイレブンのご飯を食べてました。セブンイレブンでもよく食べてたのがやっぱりね、大好きなスパゲッティですね。スパゲッティが大好きなんです僕は。やっぱりどうしても実家に帰ってきて母の料理ってなりますとやっぱご飯物がねやっぱり多いので、どうしてもたまにねセブンイレブンのスパゲッティが食べたくなるわけでございます。なので今日はね、どんなスパゲッティと出会えるんでしょうか。楽しみにしたいと思います。あと今日はねポテチも食べますよ。ポテチも食べる。ちょっと最近我慢してた。この1週間ちょっと食べてなかったんでね、ちょっともう危ないです。はい、到着いたしました。さあ、いい照明があるじゃないですか。いい照明がありますね。ここでポリッと食べながら、いい光がありますね。この光で、この目だけ光る。こんな感じでちょっとねパスタ買ってきますから。いや、また明日から仕事でございますからね。ちょっとタバコも一服今しました。ちょっと買ってきますからね。いや、楽しみだな。セブンイレブン、ちょっと行ってきます。大丈夫ですよ、大丈夫。さあ買ってきました。本日のパスタはこちらでございます。香ばしガーリック大盛りピリ辛トマトパスタ540円でございます。これはもう大好きなパスタですね。あってよかった。これまあ常に売ってるわけじゃなくてね、たまに出てくるんですけど、ニンニクも入って本当にね美味しいんですよ。まあ本当見てる方にはちょっと分かりづらいと思います、申し訳ない。美味しいんです。本当東京にいた時に本当にもう2日に1回はパスタ食べてたんですけど、セブンイレブンので。パスタだけだと物足りないので、パスタだけでは心細い時これです。6種具材のお豆腐とひじきの煮物でございます。こちらこれも大好きでね、本当に美味しい。これもよく食べてました。いただきます。と食後のデザートにエクレア。暗くて申し訳ございません。滑らかカスタードのエクレアをよく食べてました。本当にこれはよく食べてた。もうまさに東京セットでございます。さらに食後にちょっとまだ小腹すいたなっていう時はもうこれですね。はい、厚切りポテト石垣の塩味、こちらもね大好きで食べてます。ちょっと今日は、贅沢に、ドリンクは黒ウーロン茶、サントリーの黒ウーロン茶をいただきたいと思います。こんな感じでね、東京にいて一人暮らししてる時はよく本当にセブンイレブンにはお世話になりました。早速いただきます。さあではいただきます。これしっかり混ぜた方がいい。しっかりこれ油、また今日はこれ油飛んだら目立つ服着ちゃったな、このトレーナーね。油のシミがよく目立つやつをしっかり混ぜます。本当に美味しい。これは本当に美味しい。これは本当に美味しい。よし、こんなもんかな。ちょっと温めすぎかな。いや大丈夫かな。いや、ちょっとね今日は車内で食べたりするとね、やっぱ外の音はあんま拾わないので結構食べてる音が気になるかなと思って、ちょっとね咀嚼音、僕あんまいい音咀嚼音出せる気がしないので、ちょっと
BGM にラジオつけてます。大した咀嚼音、まあ大したカバーにはならないかもしれないけど、いただきます。ソースとね、ニンニクが、パンチありますね、やっぱりね。いやこれ食べれて嬉しいな。久しぶりだ。そして暑いな。でね、このこういう大きいチキンが3つか4つぐらい入ってるんですよね。これを途中途中にこう挟みながら、でもこのソースに絡んだパスタだけでも本当に十分美味しい。だいぶ熱いしちょっとつかみにくいですけど、うんうん、玉ねぎも美味しいよね。鶏いっちゃおうかな。鶏うん、まあパスタといえばね、五右衛門さんとかもね有名で好きでよく行くんですけど、あそこもね美味しいですよね。まあまあセブンさんはねやっぱちょっと手軽でテイクアウトとかできちゃうんで、ついつい買っちゃいますね。うん、まあこれは大丈夫だ。うん、うん、パスタ完了。痩せる気が全く最近しないんで、本当にちょっとでもね油の吸収を抑えたいなと。うーんうーん、懐かしいな。うん、もちろん東京にいた頃から僕は YouTube を始めてるんで、だいたい家でYouTube 動画撮ってる時は、だいたい動画を撮る前にこのセットをだいたい食べて動画を撮ってたっていうね。その時っていうのは当たり前にこれを食べてたので、そのパスタとかご飯を食べる動画はねほとんど撮ってないんですけど、今こうやってね実家に帰ってきてみると、東京で食べてたこのご飯ちょっとね新鮮ですよね。誰も得しないなこれは。うん、本当にこの暗い画面の中で本当申し訳ないんですけど、うまいです。このひじき豆腐もね結構大きいのが、大きい豆腐さんが入ってたりね、うん、味も本当に染みてて本当に素晴らしいおかずです。うん、うまいな本当に。今日はずっと家にいましたね。やっぱちょっとね腰にだいぶ来てて、
疲労がめちゃくちゃ溜まってるプラスちょっと痛みっていうのも朝起きたらあって、ちょっとこれは安静にしなきゃなっていうところで本当にもうずっと家にいましたね。ずっとテレビ見てました。うん、ごちそうさまでした。いやー美味しいな。ちょっとお口をふきふきしたいな。うん、ごちそうさまでした。エクレア行っちゃおうかな。ちょっと早いな。ちょっと早い。一服入れよう。うん、ちょっと一服入れよう。一服入れてからのエクレアにしようかな。うん、そうしようそうしよう。まあ、僕はタバコはねアイコスっていうのを吸ってるんですけど、ちょっとまあ分かりにくいと思いますけどアイコスですね。アイコスを吸ってるんですけれども、こちらのねアイコスを吸ってるんですけども、もともとタバコを吸い始めたのがですね、通常の方に比べたら非常に遅くて、僕はタバコを始めたのが28歳なんですね。28歳にどうしてもなんかタバコが吸いたくなったんですね。今までその28歳までは全くタバコ吸わなかったし、吸う人の気が知れないと思ってずっとねタバコ吸う人をバカにしてたんですけど、でもふと思ったんですね。いや吸ってもいないのにっていう、なんか吸った上でもう俺もうやめたよとかね、そうやって言う分にはなんか納得できるというか、吸ってもいないやつが吸ってる人を見てバカにするっていうのはこれはちょっと違うなというのもありましたね。で一回吸おうと。あとはやっぱちょっとね、どうしてもタバコはかっこいいなっていうイメージがね、ちっちゃい頃からあったんで、そろそろいいかなという形で28歳によしちょっと不良になろうと思って吸い始めました。そしたら本当に美味しくて、タバコってうまいじゃんって思いましたね。そりゃ吸うわっていうね、ああだからみんな吸ってんだなっていうのは思いました。うん、何の後悔もしてないですね。まあ、もちろん親とかね兄弟からはバカにされましたけどね、今更っていうね、今更ですかっていう当時吸ってたのはですね、一番最初に吸ったのはその僕がかっこいいなとちょっと憧れてた方が吸ってたパーラメントのメンソールですね。わあかっこいいな、あの人みたいにあのタバコ吸おうと思って最初はパーラメントのメンソールを一箱だけ吸いました。まあスタートはメンソールです。メンソールからスタートしました。でスタートして、まあパーラメントでも良かったんですけど、もっと他のタバコも吸ってみたいと思っていろんなメンソールを試しましたね本当に。うん、で結局落ち着いたのが、クールが出してる5ミリのメンソール、ブーストの5ミリですね、クールブーストの5ミリってやつを買って、すごい美味しくて吸ってましたね。もうしばらくほんとずっとクールブーストの5ミリそれだけをずっと愛して吸ってましたね。カチッてカプセルを潰してね、メンソールがパワーアップするみたいな。でそんな中アイコスっていうのが登場するんですね。まだ全国で発売する前、まだこうちょこちょこ限られた地域でしか販売してなかった時期に吸い始めて、まあ、それもまた違うちょっとかっこいいなと思う人が吸ってたっていうのもあるんですけど、ちょっと憧れもあって俺もアイコスにしよう。ただアイコスっていうのはマルボロなんですよね。マルボロだったのでちょっと大丈夫かなっていう不安はあったんですけど、そのアイコスのメンソール吸ったら美味しいじゃんってなって、
それがもう5年前なので、アイコスで今5年ですね。アイコスのメンソール、アイコスのメンソールを今5年吸っておりますね。本当にアイコスは美味しいし、技術も素晴らしいし、本当に好きです。で、逆に今はもう普通のタバコ吸えないですよね。普通のタバコ吸うと気持ち悪くなります。タールが気持ち悪いですね、吸った時の。本当にタバコは吸えない、アイコスは吸える。そんなね、タバコの私の物語でございます。そう言ってる間に一服終わるかなと思ったんですけど、ああ点滅しましたね。まあね、本当タバコは種類豊富ですからね、本当やっぱり好き嫌いっていうのがありますから、本当その人その人に合ったタバコをみんな吸ってると思うんですけども、私はアイコス一本でございます。あー、ごちそうさまでした。そして黒ウーロン茶を飲んで、さあ吸い終わりました。では食後のデザート、エクレアちゃん出番ですよ。ドン、エクレアいただきます。いや最高だな。母ちゃんには申し訳ない、一人でこんないいもん食っちゃってすいません。いただきます。うん、間違いない、間違いないね。おいしいよ。まあ今日のあの動画はですね、ちょっと実験的に長めの時間のね尺でアップロードしてみようかなと思います。果たしてね、どんな結果になるのかっていうのもちょっと実験でねお送りしております。全然もう興味ない方はもう右のねダブルクリックでバンバン早送りして見る方もいらっしゃると思いますけど、全然 OK です。うん、作りたてなんじゃないの？最高です。あーなくなっちゃう。あーうん、うん、うん、サムネイル用の写真を撮ってないな。真っ暗か。美味しかった。ごちそうさまでした。最高の晩御飯でした。ちょっとね、さすがにあのもうお腹いっぱいなのでポテチは食べません、今日は。まあちょっと後で食べちゃうかもしれませんけどね。うん、非常に美味しい。はあ、よっしゃ、これでね、また明日も仕事頑張れますよ。ああ、ああ、腰。さあ、ご視聴ありがとうございました。今日はセブンイレブンの懐かしの僕の晩御飯
というようなね形で、一人暮らしの時によく食べてた、スパゲッティとお惣菜とエクレア、こちらをね食べるという動画でございました。いや、まあ、途中にねちょっと自分のタバコの遍歴なんかもお話ししましたけども、まあこの動画がねどういう形に評価されるかは分かりません。こんな真っ暗なね車の中で何をしてるんでしょうか。私はいいんです、これが平山茂です。ということで、明日からも仕事頑張りましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、うん、本当に大丈夫ですから、うん。ということでおやすみなさい。また明日、平山茂でした。